久保さんまあ確かにねまあ,あ側面見たらねめんどくさいことやってんなみたいな話ですよねだけどめんどくさいことをやってるなと思われようが僕はその時これが欲しかったんで今はいらなくなっただけで当時は欲しかったんで,で欲しいものを手に入れた後あと、まあ、方向性が変わりましてっていう だから、久保さんもね、まあ、あの、放射能の測るやつ言ってましたけど、当時は欲しかったんですよ。でも今は、どこにあるかわからないっていうね、あの、最初は価値があってね、まあ、欲しいなと思ったけど、今は、もう、どこにあるかわからないという価値になってるというね。だからこれはね、考え方もそうですけど、物の価値も変わるわけですよ。わかります考え方も変わるし、物の価値も変わります。当時は欲しいなと思ったけど、今は、 うん、そこにね価値がないどこ行ったか分かんないぐらいになるっていうねだから僕は自分の価値が下がった場合売るってことですね当時は僕にこれは価値がありましただけど今に僕僕の価値はないですちょっと邪魔になりました邪魔という価値になったんでそれをお金に書いたっていうだけですねだからあのー、人生生きていく中で変わらない価値と 変わる価値っていうのがあります。変わらない価値と変わる価値っていうのはね。な、これね、両方持ってるといい,いいと思います。変わらない価値って何かっていうと、僕の中で、まあ3、4GT-R に関しては、多分一生変わんないんですよ、価値は。僕の中で。ずっと、やっぱかっこいいなと。ずっとかっこいいなと思える車、ないですよ。あんまりないんじゃないかなと思いますよ。ずっとあのボディ見ると、やっぱかっこいいなみたいな。まあ昨日もインスタ撮ったんですけど、やっぱかっこいいなみたいな。 <laughs> 8年ぐらい乗ってるんですけどいまだにかっこいいなと思えるっていうねあの GTR34 の価値はすげえなと僕は思いますけどねまああとそのなんだろうなジッポライターですよねジッポライター僕20年ぐらい使ってるんですけど変わらないんですよ価値がずっと使ってこれはずっと使おうと思ってるしだから人生で生きていく上で変わらない価値と変わる価値を理解してえ両方の側面で あの、なんだなんか、やっていくっていうのはいいんじゃないですか。だからか変わらない、変わる価値に対して、まあ、なんだろうな。うん、どう行動するかですよね。例えばね、じゃあ、変わる価値って何かっていうと、一般的に言うとなんだろうな。あの、じゃあ、会社に入るとするじゃないですか。で、新入、新入社員でね、ワクワクドキドキ。よはこの会社でね。あの、すげえ、 よっしゃーみたいなね。成り上がってやるとかね。この会社で頑張るぞっていう、すげえ期待価値っていうかね。価値があったわけじゃないですか。あれから10年。会社の裏側。会社の闇。<laughs> 人間関係のトラブル。<laughs> いろんなことがあって、こんな会社クソだなと。見れば見るほど裏がクソだみたいなね。価値が下がった。 じゃあその価値が下がったとき、あなたはどういう行動をしますか価値が下がったとき、あなたはどういう行動をしますか言ってらっしゃい